スノーマン、目黒蓮&古川琴音&星名ちゃん、親子3人で、スノポーズ、披露かわいい、ほっこりする、の声殺到。水木、古川琴音、が夏、目黒蓮、に披露した、スノポーズ、お再現ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、の公式インスタグラムにて、スノーマンの目黒蓮、古川琴音、泉谷聖奈が笑顔で、スノポーズ、をしている写真が公開された。スノポーズはドラマ内で学生時代に水木、古川、が夏、目黒、に向けて披露したポーズで、両手に持ったペンを頭に当てて角に見立てたもの。以前にも目黒と古川がオフショットで披露していたが、今回は夏の娘、海を演じる星名ちゃんも加わり3人でポーズをとっている。この投稿には、みんな可愛い、ほっこりする、仲良しなのが伝わってくる、三人の笑い声が聞こえてきそう、親子三人の絡みが見たかった、といった声が殺到している。なお、ドラマ、海の始まりの最終話は、9月23日21時より放送される。